このままじゃダメだ。私変われないかな。皆さんどうもパチシューです。ちゃ、皆さんどうもシエルです。ちゃ、シエルン今日さ学校に転校生が来るんだって。そうそう、転校生が来るんだよ。どんな転校生が来るかな、楽しみだね。早く行こう学校。どんな子が来るんだろう。どんな転校生が来ると思うかコメントで予想してね。男の子かな、女の子かな。すごく可愛い美少女だと思うな。めちゃくちゃイケメンかもしんないよ。あー、イケメンもいいね。あー、楽しみ。どんな子が来てもね、楽しくおしゃべりできるけどね。まあそうだね。よし行こう学校。あー、どんな子かな、早く行こう行こう。シエル、わっ、桜子ちゃん、おはよう。桜子ちゃん、おはよう。おはよう。おっす。なんか変だね、いつもと違う感じするけど。気のせい、元気ないように見えるけど。なんで元気なくない？元気だよ、元気。あ、そう、まあいいや。そう、蚊の鳴くような声だけど。そうだね、早くしないと遅刻しちゃうよ。早く行こう。あー、よし間に合った。あれシエルン、今日転校生来るって言ってたのに転校生来ないね。遅刻かな。もうチャイム鳴っちゃったけど。転校初日に遅刻なんてすごいね。肝が据わってんね。やっべー、マジやべ、やらかした、マジやらかした、マジごめん。マジごめん先生、マジごめん。ないよね、マジ。マジごめん。なんだこの子。え、めっちゃギャルが来た。めっちゃギャル来た。パーチくん好きじゃん。いや、俺は好きだけど。やべえ、マジでやらかしたー。もうあれっしょ、始まってる感じっしょ。今日転校してきたギャルミです。よろしくお願いします。めっちゃギャルだけど、シエル。圧倒されちゃうわ。すごいね。あ、ちょっと待って、ここ空いてる？空いてんの？もう座っちゃう。座っちゃうね。よろしく。あ、よろしく。空いてるけど一応みんな一人一席なのに。マジさ、もう寒いのにさ、めっちゃ暑くて走ってきたから。ああ、寒いのにね。マジやばない。あ、今めっちゃ喋るやんって思ってる？まあ思ってるよ。急に急に、まだ俺の自己紹介もしてないのに。あ、あれでしょ、キー君でしょ。いや全然違うけど。全然違うよ。え、黄色いからさ、マジごめん、勝手に。あ、まあ、勝手に。キー君って呼んじゃった。シエル、本物のギャルが来たわ。偽物なんて言った？あ、あそこにいるわ。いや、言うなよ。俺の名前パチシューって言うからよろしくね。よろしく、私ギャルミ。ギャルミちゃんね、よろしく。いいえ。転校生のギャルミちゃんが可愛いなって思う子は高評価を押してね。うちのために押してよ。じゃあ1時間目は、あ、数学だって。よし、数学だ。やった、俺が一番得意なやつだ。やっべ、教科書全部忘れた。え、教科書全部忘れたの？ちょっとさ、パッチ、教科書見せてくんない？パッチ、あ、うん、教科書、おー、いいよ、教科書ね。一緒に見るか、じゃあ。マジ、あざっす。はい、じゃあそっちの方で教科書開いていいよ。俺がこっちから見るから。いいの？マジ、ありがとう。いいな。なんであんなすぐ仲良くなれるんだろう。私も、ああいう風になれたらな。あの、私、同じクラスの桜子です。ああ、なんかいたね、可愛い子いんなと思って。私ギャルミ、よろしく。何やってんのこんなとこで。ちょっと、ギャルミさんと。いや、超おもろいね、桜子ちゃん。ギャルミさんとちょっとおしゃべりしたくて。え、私と？マジ？いいよいいよ、話そう話そう。ちょうど暇だったんだよね。あの、どうやったらギャルミさんみたいにすぐ人と仲良くなれるんでしょうか。あー、仲良くなりたいんだ。それだったらいい方法あるよ。ついてきなよ、こっちこっち。え、いい方法？黙ってついてきなって。やば、遅刻する。シエルを起こして早く学校行かないと。シエルー、おはよう。シエルおはよう。どうしたのそれ、え、肌が黒くなってるけど。え、そう、いや、あんま変わってないっしょ。いや、ちょっと変わってるよ。アホっぽい喋り方してたけど。なに、私がアホみたいじゃん。アホじゃないの？アホじゃないけど。あ、まあ、マジで聡明。マジで聡明？何それ、頭いいってこと？そうっしょ。いや、シエル、なんか変じゃない？どうしたの？なんかその変じゃねえし。ギャルみたいな喋り方とギャルみたいな見た目、ちょっともう一回こっち向いてくれる？なん？黒。なん？
何につけるカレーみたいな肌の色してるよ。黒ギャルってこと？黒ギャルっしょ、やっぱギャル好きっしょ。まあギャルは好きだけど、でも俺白ギャルが好きなんだよな。はぁ、敵。よーしゃ。あー、おはよう。ライコちゃん、おはよう。おはー。おはーって、そんな。おはー。え、ゆきんこちゃんも？ライコちゃん、おはよう。シェル、おはー。え、ちょっと待って待って待って、みんななんで、え、みんななんでなんかギャルっぽい喋り方になっちゃってんの？おは、うん、はい。え、ちょっと待って、みんな変な、変だよみんな、みんなギャルっぽい喋り方になってる。シエル、おはい。あー、ギャルミちゃん、おはよう。マジ今日もイケてんね、真っ黄色じゃん。まあね、そうだね。それしか持ってないの？いや、あのギャルミちゃんも昨日と同じ服だよ、それしか持ってないの。バレたバレた、結構ね、こう見えてブリブリの服好きなんだよね。あー、可愛いよね、結構ね、うん、ギャップ、おお、ギャップ、ギャップっしょこれ。まあギャップ萌えってやつだね。うんうん、するかも。それな。うん、それな。うん、それね。で、なんでみんなこんな喋り方になっちゃってんの？え、みんな変な感じになっちゃう。まあギャルミちゃんは昨日からそんな感じだけどさ。おー、桜子ちゃん、おはよう。あ、はあ。え、桜子ちゃんまでその喋り方なの？パチ君、今日もかっこいいね。あー、ありがとう。イケてる。もうなんかいつもより積極的な感じするけど。シエルンさ、そこちょっと一個詰めてよ、隣。なんでめんどくさいな。いいけど。はい、どうぞ。あざーす。シエルン、なんか喋り方変くない？変じゃねえし。二人とも変だよ、二人とも変。いや、シエルンにおいては全部変。どこが変か教えてくんないとマジわかんない。別にいつも通りだし。あ、まあまあ、シエルンがそれでいいならいいよ。さあ、じゃあ授業しよう、もう。いや、にしても女の子たちみんなギャルっぽい喋り方になっちゃって、何だったんだろう今日、変なの。ん？あれ、ギャルミちゃんか？あ、あと桜子ちゃんも一緒にいる。なんだろう、何話してるんだろう。ちょっと、みんながギャルになるなんて聞いてないよ。いや、私もそんなこと思ってなかったし、みんなギャルになるなんて。え、ちょっと待って、みんながギャルっぽい喋り方をしてるのってこの二人のせいってこと？ちょっと詳しく話を聞く必要があるかも。ねえ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 、さくらこちゃん、ギャルミちゃん。あ、パッチーじゃん。何今の話、みんな変な喋り方になってたのは二人のせいってこと？いや、だからダメだよ、言っちゃダメ。え、いや、いや別に、いやだから、桜子がギャルになりたいみたいな、みんなと仲良くなりたいみたいな言ってたから、魔法の力で桜子ギャルにしようかなって思ったの。したら、なんか、全員がギャルになっちゃって。マジやばない？マジやばいよね。いやいや、やばいけど、いややばいよ、笑い事じゃないよ。やばいっしょ。ウケるよね、桜子。いや、困るよ。え、ちょっと待って、それって解くことできないの？呪いみたいなもんでしょ、もうそれ。戻す方法ね。あ、ちょっと待って、ググるわ。ググる、うん、調べるってことね。お、あんじゃん、これっしょ、これこれ。どういうこと？なんか、この魔法を解くためには砂漠にいるモンスターと森にいるモンスター、どっちも倒して素材ゲットしなきゃいけない。え、超めんどくさいじゃん。いや、めっちゃ大変じゃん。それで素材ゲットして、それどうすんの？それで作ったネイルつけて呪文唱える必要があるんだって。ネイルって、あの爪の？うん、何これ、バリウケる。いや、ウケないよ。まあいいや、じゃあ砂漠とあと森に行ってモンスターを倒してくればいいのね。で、桜子ちゃん、ちょっと手伝ってくれる？一緒に。わかった、任せて。もうずっと無理してる感あるな、桜子ちゃんだけ。大丈夫？楽勝っしょ。オッケーオッケー、じゃあ行こうか、行こう。じゃあ行ってくるよ、森と砂漠ね、待っててね。うん、ファイティーン、ファイティーン。よし、とりあえず装備は完璧に整ったね。超かわいい。いや、めっちゃギャルだね、装備品までギャルなの。超かわいい、映える。いや、映えは映えだけど、まあいいや、これでとりあえずじゃあモンスターを倒しに行けばいいのかな。余裕でしょ、行こう。いや、行こうだけど、なんでそんな楽観的なんだよ。まずは森に来たけど、うっ、やばー、超でかい。めちゃくちゃでかい雲だ。あれだよ、桜子ちゃん、あれかな。よし、あれを倒しに行こう。じゃあ俺が前に行くから。よし、よし、いい感じ。うう、強い強い、やば、ガードしてる。でもこれ防具が最強のおかげでだいぶ助かってるな。マジ、パチ君に手出さないでくれる？結構かっこいい。マジやばい、さくらちゃんかっこいい。強いな、やっぱでかすぎる雲、強い。よし、倒した。疲れちゃう、マジ疲れた。疲れた、なんか素材ゲットした。どれどれ、見せてみて。あの大きい雲の目か。うん、気持
ち悪いね。これでネイル作るってどういう感じなんだろう。まあでもこれはギャルミちゃんに渡せばいいだけだもんね、とりあえずね。そうそう。よし、じゃあ次行こう。はぁ、マジであっちいんだけど。暑いね。この装備だから余計暑いよね。大丈夫桜子ちゃん。大丈夫けど。大丈夫けど。モンスターいなくない？ちょっともうちょっと行ってみよう。あ、いた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 。あれじゃない？なんかゴーレムみたいなのがいるよ。ごつい。よし、あいつ倒そう。かっこいいね。でも倒さないと。レッグウォーマー履いてるみたい。レッグウォーマーかなこれ。よし、はっ、強い。ムートンブーツ履いてる。よし、マジでどこの、めっちゃあったかそうじゃん。よし、はよはと。意外とすばしっこいんだけどね。こんなゴーレムのくせに意外とすばしっこいね。よし、よし倒した。あー倒した、マジ疲れたんだけど。やった。もう何もしたくないんだけど。なんか手に入った、また。あ、これ何？これなんか、何それ？青いね。ぶどう？え、ぶどう、これなのかな。まあ、じゃあこれとこの雲の目を持ってってみよう。あーよかった、素材ゲットできて。じゃあとりあえずちょっと一回家で休んでから持っていこう、ギャルミちゃんのところに。あー、いいの？お、いいよいいよ、上がって上がって。お邪魔しまーす。え、なんでいるのギャルミちゃん。え、二人待ってたんじゃん、心配したから。いや、まあそうだけど、なんでうちにいるの？どうやって入ったの？シエルンが、いいよ待ってなよって言うから。いや、シエルンが勝手に開けたんかい。まあまあいいやいいや。じゃあこれ持ってきてよ、ほら、これとこれ。これ素材これ。あー、でも確かにこんな感じだった。ググった時出てきたやつ。それでネイル作るんでしょ。うーん、ま、任せて、余裕っしょ。私超ネイルうまいから。ちょっと待ってて、マジでダッシュで作ってくっから。大丈夫かな、不安だね。はい、余裕、こんなの余裕、超可愛くできたし。もうできたの？ネイル？できた。で、このネイルもうちがつけて、んで、呪文を唱えるのね。お願い、早くみんなを普通の人に戻してあげてよ。しょべりぐしょべりば、マジヤバミザワーパリピッピッ。え？なに今の？今ので戻った？みんな。マジこれ、魔法使いのばあちゃん直伝だから。魔法使いなんだ。てかやっぱそうだったんだ、すごいギャルだな。じゃあうち帰るから、ばあちゃんと修行あるし。じゃねん。すごいギャルがまた来たな。ねえ桜子ちゃん、ギャップ萌え。いや桜子ちゃんが。待って、みんな戻ったか、ちょっと学校行って確かめてみよう。うん、そうだね、心配。よし桜子ちゃん、ちょっとみんな確認しよう。うん。桜子ちゃん自身はもう戻ったの？え、戻ったっていうか、戻ったけど、戻ったかな。戻ってるっぽいね。よし、ライコちゃんおはよう。おはようだ、ジャドリン。あ、戻ってる。ユキンコちゃんおはよう。おはようございます。あ、戻ってる。スマコちゃんおはよう。おはー、パチコイ。あ、全員戻ってる、よかった。じゃあみんな元に戻ったんだ。ねえねえ、さくらこちゃん。なに？無理してギャルみたいに喋んなくても、そのままが一番いいと思うよ。そうかな、でもあんまり喋れないから。いや、それを可愛いって思う子もいるし、そのままの桜子ちゃんが一番いいと思うよ。え、本当？うん、分かった。じゃあ いつも通りにするね。うん、そうだね、いつも通りがいいと思うよ。あ、そっちのいつもじゃなくて。いや、違う。まあ、もう席着いたら。うん、そっちのいつもじゃないんだけどな。まあいいや。あれ、そういえばシエルンがまだ来てない。やっぱマジ遅刻、遅刻した遅刻したし。待って、遅刻したし。ちょっと待って、シエロン、ギリ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 セーフってことにしてよ先生。なんかまだ戻ってなくない？何が？いや、まだギャルのまんまじゃない？なんか癖づいちゃってマジパないよね。いや、古っ。コメント読みのコーナー、パチパチパチ。クリスマスの時何をしますか？僕は家でケンタッキーを食べます。ケンタッキーの写真も撮ってきます。だって。いいな、ケンタッキー美味しいよね。やっぱクリスマスはチキンだよね。そうだね、でも俺は家でクリスマスケーキを今年は作ろうかな。いいの、私も買おうかな。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。
出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。